照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。一打逆転の場面でマウンドに上がったのは山崎。バッターは5番福留。タイガースこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも逆転のチャンスを迎えています。でしたよね。ピッチャーの代わり端の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですか。右中間へ、打球はいいところに飛んだか、掴んで3アウト。なんとか逆転のピンチを切り抜けました。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。8回終わって8対7、タイガースが痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね、残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね、次につながるそういった反撃は見せてくれました。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。